ポストトイレ作成にあたって購入した材料紹介です。大小のセパレートをするためのおしっこが行けるようにこのじょうろをちょっと加工してやろうと思います。おしっこが溜まるタンク、前回作成したのは20リットルのタンクでやりましたが捨てるのに重すぎたので成果も捨てやすい10リットルにしました。トイレの便座を木製のものを買いました。安いですが用は足りるだろうということで Amazon で買いましたがレビューでも塗装がザラザラで買って損したみたいなレビューもありましたけど下地処理をせずに塗装してますね。ザラザラの状態も番手の細かいサンドペーパーで一回やすれば落ち着くので全然問題ないと思います。うんちを貯めるバケツですね。でこれも大きすぎると持ち運びがしづらいのでこれは36リットルのものを買いました。前回は地球に帰るを使ってやったんですが今回はもう貯めるだけ貯めておがくずとかそういうものを足して発酵を促して堆肥になってもらうというそういう設計でいきます。この板に、うん、板の下にこうビス止めしてのために止めるための添え木をしましたがここは劣化してこうスポッて抜けんようにトタン用の加作木ワッシャーみたいな効果あるからこれにしました。セパレーターがつきました。こんな感じ。前作よりもすっきりした感じになったので、まあ、このじょうろを選んでよかったかなと思います。セイカのステンドグラスをトイレの扉にはめるためのバッグを作ってます。トリマーでじゃじゃーん。ガタガタです入るかな。はめるとあら不思議。綺麗に見える。おいった。へえ。こんな感じ。いい感じやな。初座りお願いします。全世界に放送してんよ。足ブラブラするやろ。だからここにちょっと踏み台はつくんねんけど、うん、子供でも行けるように。そうやね。失礼しました。失礼しました。
ちが梅干しになったけど。一言。今のは使わないでください。昨日は一人作業だったんで、もう取る余裕もなく杉皮で屋根を拭き始めてます。うん、もう杉皮はもう装飾で、下にアスファルトルーフィングをしてるんで、全然雨の心配はないかなとは思ってます。杉皮も限られた量しかないんで、あるだけこう一面拭いて、まだあったら2枚目3枚目って何層か重ねた方がええと思って、それでちょっとやっていこうかなと思います。ええのんちょっと変な形。アスファルトルーフィングを構造用合板に貼って、その上に桟木を打ってます。広い必要ないけど、まあ、ありもんでやってるんで、まあ、この3分の1ぐらいで上等やね。下場を揃えて50から60重ねる感じ、まあ、1列どんどん下が綺麗なやつ、横は重ねずにどんどん置いていく。正式なやり方ちゃうけどね、昨日やっててこうしようと思ったんだけど、端はちょっと巻き込んだ方が雨が、うん、構造用合板に染み込みづらいと思うんで、ちょっと巻き込むように多めに。ほんまは竹釘でやるんで、省力化でステンレス釘32ミリの、今回出番少ない、下っ端なんでバタさんの生きた証やね。ただ遺産を作ってる気持ちになってきた。五郎さんと一緒。1100。